MLB スカウト、佐々木朗希が自らの意思で離脱したことを高評価。今季は球速を抑えて体調を維持、年間を通じてローテを守るつもりだったようですが、5月10日の日本ハム戦で6回途中、8安打5失点と打ち込まれてやり返す気になったのでしょう。同17日の日本ハム戦と同24日のソフトバンク戦で出力を上げた。そうやって160キロ超の速球をガンガン投げ込んだ反動が出たのですよ。二度の離脱に関してはむしろ、自己管理能力に長けている、怪我を未然に防ぐ意識が強いと受け止めています。そら怪我したら終わるからな。NPB でローテ守るのなんて甲子園で連投するような無駄なことやからな。25歳までに行くならどうせ関係ないんだから今の立ち回りが正解なんだよな。山本の怪我で若干風向きが変わった感はあるんだけど一方でローテ守れんの?という疑念はつきまとったまま。ええことや。ずっとロッテで頑張れ。高校や大学で酷使されてるプロ志望の子がいたら NPB の球団もヒヤヒヤするだろ。現代は飽きずに次から次へとローテ叩き続けて執念すら感じるね。今シーズンオフに5年まくって行かせてもらえなかったら、25歳のシーズンだけ規定投げてポスティング申請するだけだろ。メジャーで同じことやったらわがままって叩きそう。休みまくってもプレイオフで無双すれば英雄だからな。もう日本のファンはかなり冷めただろうな。特にロッテのファン。NPB の客としては全く納得いかんのやけど、ご視聴ありがとうございました。